シェーバー選手に短縮です。第1ピリオド1分を経過。現在審判団が協議をしてこれから映像で確認を行います。第1ピリオド時計は2分26秒で止まっています。ポイントは4対5、同点ですが塩原選手が1ポイント、塩原選手の4ポイントが現在得点番で点数を引きます。レスリング同点の場合の勝者の決定方法ですが、まずビッグポイントを持っている選手、次にコーションが少ない選手、そしてラストポイント、最終ポイントを取った選手というふうに勝者の決定方法が変わっていきます。審判団による映像の確認が終了しました。現在得点を修正しています。そして時計も修正されました。2分14秒からプレー再開。ポイントは4対1、青の塩川選手がリードしています。第1ピリオド終了です。ポイント4対1、青の塩川選手が3点をリードしています。先ほどの映像の確認の結果、赤の福井選手の3点のポイントは認められませんでした。現在ポイントは4対1です。グレコローマンスタイル85キロメートルの決勝戦です。ともに初優勝を目指す両者による対戦です。
35分を経過。日本体育大学で塩川寛太選手、見事初優勝を決めています。